ソープで童貞してたんだけど、自分でうまくできずにお姉さんに気丈でいいをしてもらった。腰振りのコツ教えてくれし、やばい腰振りのコツって何でしょ。俺その女じゃないけん分からんし、そのなんか俺がさここでさ得意げに腰上っつってクーフルーゲーとか言うのキモくないかマジで。いや俺分からんよ、その女じゃないけん、その俺のセックスが果たしてどうなのかも全然分かってないし、俺のピストンがいいのか悪いのかも全然分からんけど、なんかその女の子のなんかリアクションっていうか、そのそういや本当に女に聞いてほしいっちゃけど、まあでも一応質問されたけん、なんかなんやろ、その俺が腰を振るときになんかなんとなく気をつけとうことは、なんか恥骨と恥骨を離さない、わかる、相手の恥骨、恥骨ってどこ、丘です、相手の丘と自分の丘をあまり離さないこと、こういかない、なんかわかる、こう行くみたいな、わかる。なんかこう行くんじゃなくてこう行く、そのこうこうこうじゃなくてなんかわかる、こうこうこうの方がなんかグって奥まで行ける気がするっちゃん、わかる、なんかわかんないから実践してくれ、今のでわかるやろ、お前じゃあこっち来い、俺が教えてやるけん。なんか丘ですか。いやわかる、あそこの正式名称知らんないけど、あ土手丘なのか土手なのか知らんけど、やそこくっつけるんや、そうなんか、あそうつくんじゃなくて押す感じ、そう押せ、押し込め、お前の画廊剣をバーン押せ、そうつくよりなんか押すに近い気がする、なんかの方がリアクションがいい女の子の、え結局どこまで行っても俺らなんか相手のリアクションだ、相手の顔色をうかがうことでしかわからんちゃけん。そうよな、え俺その普段恋愛に発展する会話してないけんな、むずそのセックスするための会話しかしてない。ちょっとなんか大丈夫か俺。いや恋愛に発展する質問ってマジなんか会話ってマジ難しい。これからセックスするための会話ならいっぱい教えれるけど、なんかそれ教えてくれ。え俺がこれけセックスこの後セックスしたいけん、基本的にそうやん、その女の子と飯行くときってその後のホテルまで普通に男考えとうやん、めっちゃ考えとうやんか。でじゃあその飯屋でじゃあどういう会話するかって、やっぱ何気なくの会からもちろん入っちゃうけど、もちろん普通に世間話から入っちゃうけど、このどっかでやっぱちょっとこうピローっぽいトークに一回持っていかないかい、わかる、なんかでもこれってほんで俺がやってきたことやけん、そうお前らが俺がやってきたことをやってそのうまくいくかもわからんし、こうなんかわからんけど俺がやっとうことでよかったですね、教えれるけど、そのやけんこの世間話の中にこの さりげなピロートークみたいな混ぜるわけよ結局ね。なんか例えば女の子がちょっと露出多めの服とか着てきたら、いやちょその服バリエロいけん俺どこ見ていいかわからんわとか、わかるんです、なんかちょっと俺もうお前と喋るときなんかちょっと目見て喋れんわみたいな、このわかる、ちょっとこっちが異性として見てますよってことを相手に伝えることがマジ大事と思う、なんか俺どこ見ていいかなんかどこ見て喋っていいかわからんはははとか、なんかそういうなんか下すぎないジャブみたいな、わかる、好きな体何とか終わりない、そんなん言ったら終わり、好きな体何おっぱい何カップ、これ終わりです、これはもう完全に終わりのやつなんやけど、そのこうならんぐらいのジャブ、これわかる、なんかおーそうそうこの話やめませんか、辛い、お前も諦めんな、お前だって夢を見失敗すると惹かれるから、こうあそのね怖さに対してはあるよ、その別に女マジ無限におるけん、そこで失敗してもいい、てかそこで失敗したら失敗を学べるやん、わかる、あじゃあこの会話はダメなんだなって思うわけ、俺は無限に失敗してきておけん、その俺が全部うまくいっとうと思ったら全然失敗しておけんね、やけんジュンには出会ってよしホテル行こうって言ってた、それはあの人がすごいけん、見たらわかるやろ、あの人すごいやろ、やけん俺が話しちゃうこともお前らに当てはまらんかもしれんし、ジュン兄ちゃんが話しちゃうこともお前らに当てはまらんことがあるわけよ、そうトイ君実はめっちゃピュア、違う、なんかお前、俺これまで言わされると、違うとよ、偽るとよ、ピュアを、違うとって、お前ここまで俺に手の内めぐらせんのは悪いや、でも友達やけんしょうがないけん教えてやるけど、違うと、ピュアを偽るとピュアに見えたやろ、俺のことが蛇に見えたやろ、偽るとって、分かった、そのあなたにドキドキしてますよっていうことを前に出すことが大事と、ドキドキしてなくてもいいと、別にドキドキしとうことを伝えることが大事と、優しい嘘よピュアを装え、俺はピュアを装うと割と評判いい評判いいとか言うそう見た目怖いやつは有効な手ない、そうなんですよ、それが俺がいっぱいの失敗を繰り返してきた後にたどり着いた答え、あピュアを偽ればいいんだって思って、そうピュアを偽って真面目に答えすぎだとか、ほんとすいません、下心見せたらそこでし、いやそんなことはないよ、別に下心は見せてもいっちゃう、ただ見せすぎたらダメと、
チラ見せぐらいがやっぱエロいよ。着エロみたいなもんやね。こうなんか全裸よりもちょっと着た方がエロいやん。このむき出しの下心よりもある程度隠れとる下心の方がエロい。安倍さん暗殺の件もし、いや俺衝撃やったし、普通にバリびっくりしたし、なんかやってかなんかその普通にご冥福をお祈りするんやけど、いやなんかあれってさ、こうなんか日本ってなんかなんとなくそういうの大丈夫だよねみたいな、こう漠然としたさ安心感ってあったやん。なんかそれがなくなるのってめちゃくちゃ外交的にまずいんじゃないのって思っとった。なんか日本って安全な国って世界中共通認識やん。やけん日本のパスポートってめっちゃ価値あるし、日本人って安全だなって信用されとるわけよ。なんかその信用があの2発の銃弾で絶対になくなりかけとっちゃう。なんか そっちの方がやばいよなって思った。なんか今後こんななんとなく日本だったら大丈夫でしょの空気がちょっともうこれなくなったよねって俺思った。それが一番怖いよなって思った。そうなんかなんとなくやっぱなんとなく安心した日本人って。そうなんかそれがなくなったのが一番まずいんじゃないって思ってたから。はいって、うつ病とかなったことない。いや分からん、そのあんま病院に行かんけん。でも一時期落ち込んどったことあった、すごい。でもその それで俺が自己判断でうつ病って言うと本当にうつ病の人に失礼やけん。それはうつ、俺はうつだったのかどうか分からん、病院行ってないし。でもなんか一時期本当になんか俺なんか日本にまでおった時ないけど、なんか本当人と喋りたくなくなって、で家から出たくもなくなって、わかる、セックスとかもせんでいいやって思って、でこうゲーム配信とかもちょっとなんかいっかなみたいな気持ちになって、家で俺ずっとネットフリックス見とった時期があったじゃん。で俺1週間ぐらい続いて、その日がで、なんか1週間経った時になんかこれやばいやばいかもしれんなと思ったんやな。おちんこ出るおもろ、それ今度使おう。でなんか俺これ1週間誰とも喋ってないと思って、これなんかやばいかもしれんなって思ったよね。でおなばなに電話したよ。でやっぱ電話して、いやなんかさ、今俺高校こうやけん、ちょっとお前俺と会ってくれんって言って、 お前んち行っていいっつって、俺本当になんか やばい気がするっちゃんねっつって、そうなんかな特になそうきっかけがわからんけ怖かったわけよ。やけんなんかでやばいかもしれんわと思って、おなばな電話して、ちょ俺お前んち行くわっつって、ごめんなっつって、もう別にいいけど何とか言って、ば行って、いや高校こうでこうで俺さ、さすがにやばいわと思って行ったっちゃんねって言ったら、それはそう俺うつやったことあるけんわかるけどみたいな、そうお前は多分うつなりかけとったけんみたいな、危なかったっじゃないって言われて、あそうなんやって思ったけどわかる、でも別にうつじゃないしみたいな気持ちになるよ。別にうつじゃないし、なんかさ、俺うつちゃんと判断されたことない、診断されたことないけん、うつの人の気持ち語れんし失礼やけんあんま言えんちゃけど、でもなんかそういう時ってわかる、別に萎えてないし病んでないわけよ。特に病んでないとって、病んでもないしへこんどうわけでもないっちゃん。こうなんとなく誰とも喋りたくないとか、なんとなく配信したくないだけ、病んではないよ。やけん俺はちげえって言い張っとったっちゃけど、俺もそうやったよって言われて、その俺もそう別にやんどうつもりもなかったけど、そう実際誰とも話したくなくて家にずっとおって病院に行ったら打つって言われたみたいな。はーと思って、なんか難しいよ、そうやる気がマジで全部消え去ったけど、そうなったらマジで本当に友達に相談するかも、俺とかに言い、そう俺に言ったら俺話聞いちゃうけん。マジで風呂入れなくなる、あ風呂はでも俺いつもあんまり入らんけん、ちょっと分からん、風呂は結構めんどくさい。俺は2週間ぐらい風呂入ってないやつ、あ2週間は強いね、覇者やん。